三井市場は1333年、三井氏の地頭であった伊藤大和二郎が天王山に築いたことが始まりとされています。やがて備前守護代を務めた浦上氏の居城となりました。浦上宗景が天神山城に本拠を移す1554年頃まで備前東部支配の役割を果たしていたと考えられています。三井市場の各所では現在も遺構が明瞭な状態で見ることができます。三井市場の大手門跡は大きな枡形となっており、周囲には石垣が築かれています。本丸から見て北部には岩盤堀切があり、そこから大手門跡まで横堀が築かれています。大手門跡から登った先の三の丸には北側に土塁の跡が見受けられます。本丸跡は非常に広大な曲輪となっており、石垣で築かれたと思われる天守台の跡も残っています。三井市場は浦上氏の機能が天神山城に移ってからはそのまま自然と廃城の流れになったとされています。現在は登山道も整備され、多くの城ファンに愛される山城の一つとして三井市場は今も生き続けています。